六河川の図、北川歌丸が、六河川とは、古今和歌集の序文に記された六人の代表的な歌人のこと。創上返上、有原の成平、文也康秀、姫、犠牲法師、小野小町、大友黒主の六人を指す。ただし、六河川という名称そのものは広大になって付けられたものである。古今和歌集は、金女とまな女という二つの序文を持ち、 彼女は、きつらゆき、まなは、清よしの執筆とされる。それら序文の中で和歌の歴史や教授について説いた部分に、六河川のことが、いずれも取り上げられている。彼女には、柿の元の人丸と、山部赤人が登場して後、貫ゆきたちが、古今和歌集編参に至るまでの間のことを、ここに、古のことをも、歌の心をも知れる人、 わずかに一人二人なりきといい、また、古のことをも歌をも知れる人、読む人をほからずとも述べ、その他に近き世にその名聞こえたる人として、六河川について取り上げ、それらに対する批評を行っている。マナ女でも、人マロと赤人の後に、浮きしグモのごとくに起こり、遠流線のごとくくといった世の中となり、六河川はその中で、おおむね、古風を損する者として、批評をしている。 彼女は、六河川について、次のように述べる。その他に、近き世に、その名聞こえたる人は、すなわち、相乗返上は、歌の様は、得たれども、誠少なし。例えば、絵に描けるおうなを見て、いたずらに心を動かすがごとし。有原の成平は、その心あまりて、言葉たらず。しぼめる花の色なくて、匂ひのこれるがごとし。ふんやの安では、 言葉は巧みにて、その様見に、おはず。いわば、秋人のおよ聞きぬきたらんがごとし。宇治さんの早期戦は、言葉かすかにして、はじめを張り、確かならず。いわば、秋の月を見るに、赤月の雲にあけるがごとし。読める歌、おほく聞こえねば、かれこれを通わして、よく知らず。おのの小町は、いにしえの外、堀姫の竜なり、哀れなるようにて、強からず。 いわば、良きおうなの、悩めるところあるに似たり。つからぬは、おうなの歌なればなるべし。大友の黒主は、そのさまやし。いわば、滝木を減る、山人の、花の陰に休めるが今年。この他の人々、その泣きこゆる、のべにおふるかずらの、わひひろごり。林に刺激。この輪のごとくに、おほかれど、歌とのみ思いて、そのさま知らぬなるべし。ここも歌集。 彼女まな女の、六河川に関わる部分は、以下の通り。近代、古風を損する者、わずかに二三人なり。しかれども、長短を同じからず、論じて持ちて、弁不べし。火山の僧城は最も歌の体を得たり。しかれども、その鹿にして、実績なし。頭画の工女のいたずらに人の情を動かすがごとし。有原野の中条の歌は、その情あまりありて、そのしたらず。 しぼめる花の彩色くなしといえどもくんこうあるがごとし、文林は巧みに物を得ず、しかれども、その大俗に近し、家人の鮮やかなる衣を着たるがごとし、宇治山の早期戦は、その死は華麗にして、守備停滞せり、秋月を望むに、暁の雲にぐるへるがごとし、小野の小町が、歌は、古の外折姫の竜なり、しかれども、あでにして、気力なし、 やめるふの花粉をつけたるがごとし。大友の黒主が、歌は、いにしえの猿丸ルルダイブの次なり。すこぶる一鏡ありて、体は,なはだひなびし。伝父の鼻の前に生きめるがごとし。この外、姿勢流れ聞こゆるじゃかちげて数ふべからず。その大底みなあでなるを持ちて、元と,とす。和歌の趣きを知らざるものなり。ここむ和歌集マナなじょと、マナょは、 柿の元の人丸と山部赤人を歌のひじり、または和歌の線とし、その後の歌人たちやその歌が大したものではないとの評価をしており、六花線もそれら歌人たちの中に含まれることから、人丸と赤人に比べてあまり良い評価はしていない。ただし、六花線以外の歌人は名を挙げて批評するにも値しないとしているので、相対的に、 六河川をそれらよりも高く評価していることになる。しかし、彼女とマナ女がどういった基準でもって、この六人を取り上げたのかは明らかではない。六河川と同時代に活躍した家人の野高村や有原の雪平は、マナ女に、の最小、在納言として取り上げられているものの、彼女にはこの両名のことは全く触れられていない。また、古今和歌集には、返上は十七集。 なりひらは三十種、小町は十八種の歌を収めているが、安秀は四種、黒主は三種、帰遷防止に至っては、我がいほは、都の辰見四数をすむよう、うじゃ、まと、人は言うなりの一種しか取られておらず、しかもその表には、読める歌、おほく聞こえねば、かれこれを通わして、よく知らずとあることも考え合わせると、六河川は、 必ずしも、作家の多さや知名度で選ばれたものとは言えない。これについて、古今週正義女中追考は、六花戦とは、当時歌人として交換に知られ伝わっていた人々で、あり、彼女は、この六人の名をそのまま取り上げただけに過ぎず、彼女の作者とされる貫之が、新たに選んだわけではないだろうと述べている。目先特営は、紀仙、安姫、黒主について、 棋戦は屯制者として和歌をたしなむ者、安秀は中央の下級官人、黒主は地方豪族の代表、象徴として取り上げられたのではないかとする。他には、推理小説作家の高田隆はその著書、QED 六河川の暗号の中で、六河川はいずれも門徳天皇の後継者争いにおいて騎士の血を引く最有力候補だった。 これたか信王を支持していた者たちで、六河川と信王の七人は、やがて七福人として祀られるようになったのではないかと推察している。なお、六河川の名称は、現在のところ、鎌倉時代初期にまで遡ることが確認されている。後代、六河川に習い、六人をもって和歌の名人とすることが行われた。袋造氏には、藤原藩久氏平胸中、 源頼よ源み、宮県庁、藤原行幸、源、頼家の6人を6人等と称したと伝えている。新六河川というものもあり、これは藤原春税、九条義経、次園、藤原定家、藤原家隆、西行の6人のことである。また女一人に男五人の集団も属に六河川という。 最も有名なのは二代目松林白猿の講談や、川竹木網作の、天衣風上の初花によっても知られる、天宝六花船である。六花船は、浮世絵の画題にもなっているが、これも、見立てとして、江戸時代当時の風俗で六人の人物を描くと、いったものがある。六花船は、人形ジョールディや歌舞伎にも、世界の一つとして取り上げられている。以下その例を挙げる。 風流六河川河営5年1月大阪中の芝居5千規定皇帝がありがとうございます。